マトリシンはカモミールの花に最大0.15%含まれる無色の結晶性物質である。1957年に初めて単理された。カモミールの果樹はマトリシンを含む。セスキテルペンラクトンとしての推定構造は1982年に NMR 測定によって確認された。マトリシンは水蒸気蒸留によって酢酸,酸や水、 に酸化炭素をを失うととなり、抗炎症作用を示す。水蒸気上流の間、マトリシンは、まず酢酸と水を失い、カマズレン酢酸となる。さらに加熱すると脱炭酸により、カマズレンが生成する。マトリシンからのカマズレンの調整出発物質の、マトリシンは無色であるが、カマズレン酢酸及び最終生成物のカマズレンは、濃い青紫色である。 ABRMPPCD2006、ゲオルクティムバーラグ2006、ABC ルドルフハンセル、オットースティッカー、ファーマッカーグノシファイトファーマジー9、アウフラーゲ、スプリンガー、ハイデルベルグ2009、ISBN978 から3から642009624、64 S999004、シェミュエルヤンナイ、ディクショナリーオブフードコンプーンズウィズ CD-ROM、アダティブス、 フレーバーズ、アンドイングリーディエンツ、ジャップマンホール、CRC プレス、2004、ISBN 978-1584884163、S323、V ジャコーベレブ、O アイザック、E、フラスキャンプ、ファーマッカーレチェシャアンタースーシャーンアンフォンコミーラン、インヘールツストフン、アンタースーシャーンアンツーアントフレジェスタスケンワークンフォン、ジャマゼレンウントメイトリシン、 プラントメディカ、ボリューム49、1983、6773。ありがとうございます。